機動走行ダイオンは1992年12月14日にビッグ東海から発売されたスーパーファミコン用の縦スクロールシューティングゲーム。日本国外版のタイトルはインペリウムとなっている。ショットとボムのオーソドックスな縦スクロールシューティングゲーム。残機はライフ製を採用しており、時期の武器やスピードはボタン操作で自由に切り替えられる。 本作の特徴は武器がレベルで管理されている点で敵を倒すと経験値が溜まり一定値になると武器が増えすべてを集めた後は武装が強化されていくただし敵の攻撃を受けるとレベルが下がってしまう敵機の弾が見づらく攻撃も激しい上、武器が強化しづらいのでやり直しが難しく難易度はやや高くなっているメカニックデザイナーはスタジオックス 音楽は佐藤天平。千年もの昔に人類が絶滅した遠く離れた要塞惑星ゼクトロン。そこでは超科学により進化した一部のロボットが彼らを主人と認識させられ、刺激する、要運命づけられたその他の機械生命体を奴隷とする社会が成立していた。西暦2027年、突然衛星軌道上にワープし、進行を開始した。 機械生命体により、当初地球人類を話す術なく、地球連邦軍は、壊滅、各都市も陥落してしまう。地球連邦軍は、独自に開発した、新開発のアクティブアーマー、ダイオンと母艦令の輪によって、敵惑星本体を強襲する作戦を立案するが、ゼクトロン側もそれを黙って見ているはずもなく、素早く計画を察知し、 遊撃部隊を出撃前の霊ノアに襲いかかる。敵機を振り切るため緊急発進した霊ノアの中で試験飛行すらこなしていないダイオンがカタパルトに乗せられ発進を待つ。果たしてダイオンは機械生命体を絶滅し地球の危機を救うことができるのか。ゲーム誌ファミコン通信のクロスレビューでは合計21点。 ファミリーコンピュータマガジンの読者投票によるゲーム通信簿での評価は以下の通りとなっており16.32点となっている。この得点はスーパーファミコン全ソフトの中で304位となっている。ありがとうございます。